デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です23日から沖縄県にも緊急事態宣言が出されましたねすでに緊急事態宣言が発出されている地域は 今月末に解除されるかどうかが注目されてるんですけれども病床の逼迫が解消されていないので沖縄県と同じく6月20日まですがさすがに3度目の緊急事態宣言ほんで延長っていうこともあって個人でできる具体的な対策も最初の頃から変わらずの状態となると。 最初の頃はリモートでのコミュニケーションや飲み会を楽しんでたものの自粛疲れや慣れっていうのが出てもうてほぼ普段通りの生活を送ってしまいがちですそんな中で飲食店でアルコール提供が禁止されてしまってるので公園や河川敷路上などで宴会を開く人も増えてしまいました騒がずにマスクをして 静かにコミュニケーションをしてるんやったらまだしもマスクもせず大声で騒いでる姿を見てしまうと感染症対策をしししててていいいるる飲飲食食店で飲み食いしてる方がマシなように思えてしまいます。何より飲食店の売り上げにもつながるし従業員の雇用にもつなげられるでしょうからね。そして一番の問題がゴミなんですよ。 外で飲み食いしてゴミを放置してる人が多いんです楽しむんやったらゴミの片付けまででししっかりしてももらいたいたんですねこういった倫理観やモラルの問題っていうのはデジタルの世界でもあります。それが違違法法コピーや違法動画です特に最近では違法動画が目につく機会っていうのが増えています。 そこで今回は違法にアップロードされている動画についてお話ししましょうスマホやタブレットパソコンで動画を見るときには無料でいろんな動画が見られる YouTube を利用している人は多いでしょう前回 YouTube ではテレビ番組を見られないのでテレビ番組を見られるサービスを紹介したんですけれども Twitter の方で 何言うてんの ?YouTube でもテレビ番組見られんで。という DM をいただきましたそうですね放送局や制作会社のチャンネルで配信している分は確かに見られますしかしそれ以外はテレビ放送を違法にアップロードしている人がいるからなんですテレビ放送だけではなく DVD とかブルーレイディスクで販売されている アーティストとかお笑い芸人のライブ、さらにはアニメラジオ放送など多くの違法動画が YouTube にアップロードされていますそんな違法動画だと気付かずに YouTube やったら無料で何でも見られると思ってる人も多いんですまたあえて違法アップロードされてる動画や 分かってても見てる人だっています子供の頃から親に youtube で好きな動画を見る方法を教えてもらってテレビを見るよりも youtube が面白くて何でも見られるって教育されてしまってるんですねですから違法アップロードされてても分からんかったりそれが悪いことやっていう認識がなくなってるんですよなんせ 違法にアップロードされている動画を見てても親から怒られたり警察に補導されるなんてことはないですからねこういったことが当たり前になってしまうことによってモラルやや倫理観っっててていいううのが欠如していってるんんと思うんですね見る側にとってはエンタメを楽しめてるんやから別にえんちゃんそういう声も耳にするんですけれども 実際に放送されているテレビ番組を見ることなく違法動画を視聴することによってテレビ番組の存続が危ぶまれたり制作費の削減で出演者や番組自体のクオリティの低下につながるんですよ。さらには制作会社の経営や雇用だけではなくてテレビの必要性を感じなくなってしもて。 テレビの販売台数が減少したりと他の業界へも悪い状況が移ってしまいまいすでは違法アップロードしてる人はなんでそんなことしてるんかっていうと話題性とか人気のある番組をアップロードすればチャンネル登録者数そして視聴回数が増えて広告費として収入になっちゃうんですね。もちろん 著作権にに違反してる動画になりますので YouTube へ報告すれば違法動画をアップロードしているアカウントが停止処分になりますですがアカウントが停止になれば別のアカウントを作成して同じことを繰り返すっていういたちごっこの状態です違法アップロードをしてる側にすればアカウントが停止になるだけで ペナルティがあるわけではないので、ではなないいのやめんですよね。しかし著作権の侵害で訴えられてしまえばとんでもないペナルティになります著作権の侵害は犯罪ですから告訴されれば10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金というのが定められていますそうやって 違法アップロードをしている人へ罰則を与えるためには YouTube へ違法動画として報告するっていうことも大事なんですけれども放送コンテンツ適正流通推進連絡会というのが運営しているサイトへ違法アップロードされている動画を報告する必要があります概要欄に放送コンテンツ 適正流通推進連絡会のリンクを貼っておきますので違法にアップロードされた動画を発見した際には是非とも報告してください違法アップロードしている動画は見ないそしてチャンネル登録をしない違法動画だと報告をするこの小さな行動を多くの人がすることで 違法アップロードされている動画が少なくなるんです倫理観やモラルを保つためにも子を持つ親御さんには是非とも心がけていただきたいものですデジタル教室では初心者に向けてサイトやツイッターそしてポッドキャストや YouTube でも情報を発信しています。サイイトやツイッター YouTube のアドレスは概要欄に記載していますのでそちらからアクセスしてみてください。デジタル教室からあなたにプラス1